アヒル口をした女性。アヒル口とは、蝶類のアヒルの口しに似た形状を持つ人間の口を刺す言葉。アヒル口は、先天性のものと意図してそうした口の形状を作り上げるものに分類される。ドナルドダック唇、アヒル唇などと呼称されることもある。口角が上がり、口先をやや突き出したような形状であることが、一般的で、アルファベットの W のように見える。 たらこ唇やおちょぼ口のように口の特徴を表す言葉である。近年では女性の魅力の一つとして認知されるようになっている。アヒル口という名称そのものは1998年にデビューした歌手鈴木亜美に対して用いられたのが最初とされ、それ以降はこうした口の形状が女性のキュートさやセクシーさを表す特徴の一つとして広く知られるようになった。 2005年には現代用語の基礎知識に、2006年には大辞林に掲載され、一過性の流行語ではなく、一般用語として浸透していくこととなる。当然ながら、この言葉が発生する以前にも、酒井の子や岩井幸子など、こうした口を持つ者は存在したが、当時は女性の魅力を体現する特徴には数えられておらず、むしろコンプレックスの一つとして捉えられていた。 ありがとうございます。